キキ旅 2000 miles。 キキ旅 2000 miles、 旅人の松本英子です。さあ、私伊勢市駅前に来ております。そう、伊勢といえば伊勢神宮、非常に有名ですけれども、今回はですね、伊勢神宮行きません。その周辺を回るということで、お伊勢参りに合わせていきたいスポット巡りと題しまして、その周辺のスポットをいろいろと巡っていきたいと思います。私は伊勢に来るの3度目なんですけれども、ちょっと初めてのところがきっとたくさんあると思いますので、楽しみにしております。それでは早速行ってきます。夫婦岩で知られます二見興玉神社にやってまいりました。もうね、あの神社に続く道も海沿い、本当に真横を通っていくんですけれども、伊勢神宮に参拝する前にこちらに来てというのが習わしということなんですけど、はい、これはなぜなんですか？昔からですね、お伊勢三宮に何日もかけてお見えになったと。その前にこの二見ヶ浦の海水に身を浸しまして、はい、日頃知らず知らずにつきました罪汚れを払いのけてから神宮様にお参りすると。まあ、夫婦岩にちなんで、まずは縁結び、夫婦円満というのがたくさん皆さんご信仰いただいております。沖合にかつてその猿田彦の神様がお姿を現されたという大きな岩礁が沈んでございます。その沖玉神石と洋上から差し昇る太陽ですね、まあ、日の狼、天照大御神と崇めておりますが、その太陽を溶拝する鳥居の役割が夫婦岩とお考えいただければよろしいかと思います。さあ、私伊勢神宮内宮横にありますこちらお祓い町、ここをちょっとぶらりとしてみようかなと思います。なんかお土産もたくさん置いてありますし、あとね、建物がちょっと珍しいですね。もちろん木造なんですけど、なんか格子の作りになってて、まあ、瓦屋根がねあって、本当にちょっとタイムスリップ感がありますけど、いいな、風情があって。すいません、これ津立餅の予約券はここでいただける、ね、はい、こちらでございます、はい、これ明日何時から購入できるんですか？明日はですね、4時45分からの販売開始でございます。この券を持って4時半にお越しください。わかりました、はい、じゃあ190番でございます。190番、はい、いただきました。おはようございます。いや、もうですね、すでに赤福本店の周りにもう100人以上もっといるから。1番の方から番号をお呼びしますので、1番さん、はい、189番さん、190番さん、はい、はい、呼ばれました。192番さん、橋越えましたね、はい、ちょうど、はい、それでは2月1日餅、立春大吉餅の販売を始めさせていただきます。いらっしゃいませ。橋の上はめちゃくちゃ寒かったんですが、ようやくお店の屋根が見えて、もう入り口もうちょっとで買えそうです。お願いします。すいません、これって何個入りがあるんですか？こちら6個入りと10個入りと化粧箱の9個入りでございます。なるほど、じゃあ6個入りを、1つお願いします。ではオープン。あ、中に6個きれいに並んでおります。とても上品な、お味ですね。美味しい。これが2月の1日餅、立春大吉餅なんですね。お餅をいただきまして、今ですね、お祓い町の真ん中ぐらいにありますおかげ横丁というところがあるんですけど、本当いろんなお店がぎゅっと、ね、凝縮されて集まった場所なんですが、そこで朝市をやってるということなので、ちょっとね歩いてみたいと思いますが、いやー、これ本当に朝早くからね、たくさんのお店が開いてるんですね。あ、試食発見、おはようございます。これは牡蠣？牡蠣ですね、鳥羽さんの牡蠣です。燻製してからオリーブオイルつけてますね。どう食べてください。いただきます。ブナでイブしてからオリーブオイルつけております、はい、美味しい。 ありがとうございます。すごい、
すいません、あの1日そばって、どういうものなんですか？通常が、松阪牛骨スープのラーメンなんですが、はい、毎月月替わり被らないように、はい、違うメニューをさせてもらってます。今まで10年させてもらって全部違うやつをさせてもらってるんですけど、相当な種類ですよね。もう覚えてないです。あら、はんぺい、はんぺんじゃない、一ついただけますか？はい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 、すごいいい香りしてます。ふわふわ、おいしい。お出汁が効いてるよこれ。あー、なんだ、串カツコロッケを。やっぱこれも買って食べ歩きできる感じですよね。豚捨てさんのコロッケいただきますね。うん、おいしい。創建はいつ頃になるんですか？まあ、創建と言われると825年に弘法大師さんがここに来られて、はい、真言密教の一大道場を作ったのがおそらく創建にあたると思うんですけど、その寺の形がスタートしたのは欽明天皇の御代ですから、今から1500年前のことなんです。はい、あのこちらは伊勢神宮との関わりも非常に深いと。伊勢神宮の鬼門を守っているのがこのお寺だということです。この浅間山がですね、伊勢神宮にから見ると牛虎の方角っていうことからですね、はい、十二支の牛と虎をそこに昔の人が当ててるんですね、で牛と虎がある。なだらかな坂を登った、はい、その先に極楽門という、はい、一度くぐったら長生きのできるっていう門があります。この道沿いに外場が並んでるそうですけれども、そうです、約1万本たたっております。1万本、かなり大きいものもあるんですね。はい、最大8メートルです。本当に不思議な世界に突入していく感じです。さあ、最後は浅間山頂の展望台にやってきました。さあ、どうですか、この大パノラマ。伊勢湾がドーン望めるんですけれども、気持ちいいお天気になって本当に良かったです。今回の旅、もうお伊勢参りのためにちょっとね、皆さん参考になればいいなと思って、私も、いろんな神社お寺も、お参りしながら回ってきましたけれども、本当にね、自分の足でもうここに来て、もう1日餅もぜひね、1日に来てゲットしていただきたいと思いますし、私もですね、個人的に定期的に訪れたいなと思いますので、皆さんで、ね、一緒に運気アップしましょう。キキ旅2000マイルズ、旅人は松本英子でした。